こんにちは、プロドリフチャンネルです。何度も何度も紹介しておりますが、このようにいっぱい花が咲いてきました。そして暖かくなってきたので、今まではどっちかというとマット状に広がってたものがやや立ち上がって立体的になってきました。まあ次々と咲いてますから、もうお決まりですが、傷んだ花は必ず取ってください。種ができてしまうとそちらの方に養分がいってしまいます。ですので傷んだ花はまめに取る、ね、こういう風に傷んだ花はまめに取ってくださいね。そして全部が取り終わったら、いよいよこれからいっぱい花が咲いてくるわけですから、このような水溶性の肥料は月に3回しっかりとやる。そうするとどん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 と花が楽しむことができます。決して3月いっぱいの花ではありませんね。ペチュニア植える前に十分パンジービオラ楽しみましょうね。